よいしょ。武君のリーフが焼け落ちた。バカ。何してくれてるんですか。なえ、バカじゃないのか。バカじゃないのか。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアーリアです。さあ今回もですね、ゴーマレーフレンイズナやっていきたいと思います。前回ですね、こちら力の歪みという場所に侵入いたしまして、15階までとりあえず駆け抜けたわけでございますが、今回もですね、おじじ様を探してどんどん深いところへ潜っていきたいと思います。ということで、階段底行った、階段底降り、今回もね、階段底降りで行くんで、敵が強くてね、まともに戦ってられない。あ、ここは灼岩窟ですか。どうしようかな。墓地を1個置いて睡眠岩を1個置いとけば、まきびしを置きまくる戦法がボス相手に取れるようになるので、もうボスのことを考えつつね、進んだ方がいいですね。430くらうもんな、防御力470あるのに。カエルだ、やばい。カエルを倒す位置は考えないと。上正面から敵が来るとね、最悪なんですけどね。ダブルカエルは最悪ですが。先に望みから倒しましょう。レベルアップ71。さて、ここなら良いでしょう。階段もありますし。うわぁ。意味微調子。よいしょ。赤なめずりも来てます。敵が多いな。舐めないでほしい。よよよよ、マジロ。はい、タイマーの爪55。よし、次行きますよ。増幅82。増幅82は助かる。この一番強い無双に拾ったやつですけど、これに貼っつけときましょう。でも階段は底降りです。区内爆弾。お、また強そう。うっ、逃げましょう。よいしょ。武君のリーフが焼け落ちた。バカ。何してくれてるんですか。なえ、バカじゃないのか。バカじゃないのか。何をしてくれ、な、バカじゃないのか。嘆きのアリア大いに焦る。いや、武具の霊符を焼け落とすのは NG でしょ。いや、このゲームでやってはいけない行為ですよ。やつはあれですね、このゲームの中で生きていってはいけない生命体ですね。びっくりしました。あまりにも動揺して、まだ言葉が出てこない。あんなヤバい敵がいるんですか。89、うん、バッ、隠密害。やっぱ底降りですね。攻撃が当たらない。強いですよ、隠密害。いった。敵がいる。しかもよりにもよって小玉ちゃん、のぞみちゃん。回復しといた方がいいかな。まだ敵いますね。でも来ないか。来た。またのぞみちゃん。のぞみちゃんがどんどん手裏剣を落としていく。のぞみちゃんばっか。よいしょ。まだ来ますね。いや、大丈夫かな。来た。リンゴ。よいしょ。着実に回復はしている。まあ、こうやってね、ゆっくり回復しながら、確実に着実にゆっくりと冷静に進んでいきましょう。多分そうすることが勝利につながるはず。よし、こんぐらいまで回復しとけば。興奮、助かる。手裏剣、覚醒眼。覚醒眼ありましたよね。あるある。よし、では、階段探して、レッツゴー。元帥。元帥強いですね。超えられない壁。超えられない壁強いですよ。壁系は強い。壁性能が高い。復元。墓地は見ときましょう。お。
ける。よし、なんとかなった。じゃあここでも回復しながら進んでいきましょう。やば、くっバカ野郎。え、防御力激落ちしたんですけど。はあこれはやばいかもしれない、これはやばいかもしれません。防御力が激落ちしましたよ。ふむ、生きていけるのだろうか。超えられない壁323食らうようになってるし、まあでもいける限り進んでいくしかない。レベルアップ72なんですけどね。ひー、電撃やばい、ムレムレやばい。変なる光使っときましょう。うん、ムレ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 率が高い。大体のやつを焼け落としてくるのはまずすぎる。うん、提灯は本当にやめていただきたいですね。さて、それでもこの防具を装備して戦っていくしかない。400食らう。階段、階段プリーズ、階段プリーズ。ない、階段がない。マジマリモだ、増えた。嫌な予感しかしませんね。くっ、囲まれた。まずいですね。さてどうするか。まだ回復は早い。マリも強いです。のぞみちゃん危な。回復はもう蹴散らずに行くしかない。さて元帥500食らう。お、ウスライのアスラ、これもう強い無双を蹴散ってる場合じゃない気がする。火力で押していかないともうダメだ。防御力がここまで下げられてしまった以上は逃げましょう。いた、早っ、即折り、えい、レーフオン。 BGM が聞いたことない。ムレムレ、どん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 いきます。24回、復元99、たらい。くっ、このイザナギも強かったり。強い、206、実は今装備してるより強い。へえ、いいですね。どうしようかな。区内がいらない。ちょっとでも呪いを防ぐ、ちょっとでも強いのを装備しておいた方が。元帥632、この元帥強いですよ。ピー、もう逃げる以外の行為が取れない気がする。神聖なる輝き助かりますね。睡眠眼を1個置いて、欲をかくともう失敗すると思った方がいい。ドット職人、マリモ、これもアイテムを取りに行ったら死にます。ドット職人、何を産みます？やばいの産んだ。極楽の雲、ひー、三鏡99、すごいの来た。これだ、張ってくしかないですね。310、よし、いいですよ。階段のツモがいい。こういうことをしてくれる。とりあえず上に逃げ込みましょう。これもう一旦耐えられるかな。耐えられないです。よし、ここでよっ、よいしょ、増えた。
マリモ。よし、上から来てるな。グッ、ここでムレムレはまずいのではないか。治ってほしい、早く治ってほしい。よし、とりあえず強い方を装備して、で強いのを装備して、強いな、あまりも。まだいるな。アスラも強いんで回復しといた方がいいか。くう、アイテムがどんどん自利品になっていく。よいしょ。この残鉄はそこそこ。えい、トンピリ、トンピリピン。これはもうあれですね、この武器を置いて、ふむ、だいぶ追い詰められてきてますが、持てるものは持っていった方がいい。で、敵が来るギリギリまで回復して、よし、行きましょう。28回。何回まで本当あるんですか。破壊の爪いらないな。ムレムレ。くっ。やばい。あ、これはやばい。ここは、どうしましょうね。覚醒丸を飲みましょうか、とりあえず。やば。くっ。さて。まだムレムレだ。まずご神家様を倒さないことには。ノックバックされた。回復がなくなったけど、早くムレムレが溶けてくれない。よし、ふう。ノックバックは助かるんだか助からないのか分かりませんね。うん、もう回復がなくなってしまいましたね。やばい、防具を失ったのがやばい。さて、回復助かる。なんか来てますね。パンチャー、よいしょ。ほんと何回まであるんですか。30回で勘弁してほしいんですけど。ふう、勝ち。あ、興奮は助かりますね。モグラ、よし、興奮がついてれば。マリモ、その増え方はダメでしょ。よいしょ、オッケー。マリモ、ただ階段があった。よし、逃げてしまいましょう。階段はこっちにはない。やばい、ご神家様だ。ご神家様が単純に強い。トンピリ、トンピリピンはやばいですよ。あー、群れる。どいつもこいつも特殊能力ばっかり。危ない。またこういう状況に。ふっ、原料が。さて、ムレムレなので、よし、ムレムレが治ればまだ大丈夫。へい。ただ回復はもう聖なる光しかないですよ。今増えた、落としましたね。その増え方はダメでしょ。くっ。これ撤退かもしれないですね。あ、撤退です。無理です。
これはダメだ。これはダメだ。仕方ない。仕方ないですが、悔しいですが、撤退です。俺は装備をロストするよりかは、もう一回立て直した方がいいと思う。はい、ということで、帰還します。無理だ。29回で断念。てはっ。はい、ということでね、力の歪み、第一次討伐戦失敗ということで、まあ装備は失わなかったんですけどね、あの、コテに貼ってた霊符を焼き尽くされたのがデカすぎる。はい、ということでね、また次回以降リベンジしていきたいと思いますので、はい、こうご期待でございますといった感じで、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。くっ。